冬季五輪が開催中の中、中国は何も軍事的な挑発はしてきていません。むしろロシアだけかなといったところです。今回は、宮古海峡を抜け、太平洋へと展開した遼寧を、詳しく見ていきます。驚くべきは、護衛艦出雲が単独で監視中でしたし、いつ F-35B 戦闘機がやってくるのかも、ヒヤヒヤしますよね。日本にとっては、抑止力を手にした瞬間です。そうだ、自衛パルスって知ってますか？詳しく話しますね。2021年も押し迫った12月中旬、中国海軍の一隻目にして、練習用の航空母艦、遼寧が、ジャンカイ II型、054A 型フリゲート艦2隻を随伴させて、東シナ海から太平洋に進出、これを日本側が追尾、監視する事態が発生した。中国海軍の航空母艦、遼寧を中核とする艦隊は、母港である、山東省の青島、港から、東シナ海を、長崎県の男女群島の西方海上方面へと、南東に進み、沖縄県の宮古海峡を抜けて、太平洋方面に至り、大きく、2カ所の海域で、演習を行った模様だ。その後演習を終えた、遼寧らの艦隊は、元来た航路を逆に航行して青島を港に戻っており、九州、沖縄、台湾、フィリピンを結ぶ第一列島線に対し、これを越えて太平洋に至るお決まりのルートで行動を終えたことが伺える。中国の国営の中央広播電視総台の軍事専門チャンネルの番組によれば、航空母艦、遼寧は太平洋において演習を実施したと説明しているが、この時用いられた写真の中には、海上自衛隊の艦艇がしっかりとその姿を見せていた。その写真は、中国海軍艦艇の艦載機であるヘリコプターから撮影されたものとされているが、そこで捉えられていたのは、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲であり、遼寧の監視任務に直接従事していたことが明らかとなった。海上自衛隊側からも、遼寧の監視のスキージャンプ式の発艦装置から、今、まさに戦闘機が離陸している瞬間の写真が公開されてはいたが、この監視に、護衛艦、出雲、が、直接、しかも単独で当たっていた、可能性までが言及されていなかった。他にも、民間の衛星画像を提供する企業の情報でも、遼寧と、出雲、が、極めて近い位置で並走している様子が捉えられており、期せずして、中国海軍と海上自衛隊の航空母艦に類する艦艇が直接対峙したものと言えそうだ。護衛艦、出雲は、現時点では、まだヘリコプターを艦載機として運用する艦艇ではあるものの、護艦防空能力等は、最低限の兵装しか装備しておらず、基本的に随伴する他の護衛艦に、そうした部分は任せているため、かなり意外な対応にも感じられる。海上自衛隊でも、今回の遼寧の追尾、監視任務に、出雲が当たっていたことは公表していたが、こうした行動に、同艦が単独で従事していたことは、前述の兵装面を考慮しても、少なからぬ驚きを関係各所に与えたように思う。そんな県の護衛艦、出雲、だが、2021年10月には、四国の沖合の海上で、山口県の岩国、基地に所属するアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸テストを成功させており、予定されている航空母艦化改修へと踏み出している。この時の様子を、海上自衛隊では、約2分強の動画として、ツイッター上に投稿しており、耐熱加工の施された飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型が舞い降りる姿や短距離制動によって離陸していく
様子を確認することが可能である。今年2022年度の防衛予算案は、今回の遼寧が青島港に寄港する前日の12月24日に閣議で承認され、その総額5兆4000億円に及ぶ過去最高の予算額のうち、出雲、片護衛艦の改修費用としては、約61億円を含んでいることが確認された。これは、2021年の夏の時点では、実は約67億円と試算されていたものだが、今回の2022年度予算案の承認にあたっては、およそ 9% に相当する6億円を予定よりも削減できており、貴重な予算を自助努力で節約したものらしい。さて、2022年度予算案の61億円の中身であるが、まず、約36億円分が、護衛艦、出雲、への全天候型着艦システムの調達に充当されるが、これは、アメリカ海軍と同国レイセオン社が、共同で開発を行っている、自衛パルスと呼ばれるものである。自衛パルスとは、ジョイントプレシションアプローチ&ランディングシステムの頭文字のことで、GPS 信号と管制広報装置を用いて、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型等の航空機を、いかなる気象条件下でも運用可能とするものだ。逆に、言えば、2021年10月に、このシステムが備わっていない状況下でも、護衛艦、出雲、ヘアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型が、着艦を成功させていることは、好転下であれば、すでに、その運用が可能だと示したとも言えるだろう。ちなみに、護衛艦、加賀、用の、この、自衛パルスは、2022年度の予算案には組み込まれておらず、こちらは、別途2023年以降の予算での取得となる見込みであり、航空母艦化改修の進捗と、段階に合わせて、個別に行われることになる予定だ。次に、2022年度予算案に盛り込まれているのは、約12億円のアメリカ軍の協力に対して支払われる経費であり、自ら、F-35 ライトニング 2B 型の入手途上にある日本が、前述のように、アメリカ海兵隊の同期の支援等を仰ぐことに充当される。ついで、2022年度予算案には、約13億円の護衛艦、加賀、に向けた工事経費が含まれており、これは、運用する航空機の離着陸を完成する、環境内の視認性を向上させるためのもので、詳細については、今後明かされるものと考えられる。現在までのところ、護衛艦、出雲、の航空母艦化改修の終了は、2026年度中、一方の、加賀、は、2027年度中までが目標とされており、両社とも、もともと、5年に一度が予定されていた大規模点検に合わせるスケジュールで進められている。しかし、固定翼、機の運用を、戦後初めて行うこととなる海上自衛隊では、特に、艦内の区画を、合理的な配置に改めるには、詳細な検討が不可欠との判断を下しており、先行して F-35 ライトニング 2B 型の運用を行うアメリカ軍等からの情報収集を継続する見込みだ。最も肝心な F-35 ライトニング 2B 型の機体そのものの調達については、2020年度予算で6機を約793億円、つまり1機あたり約132億円で、2024年度内に最初の機体を受け入れる予定で進行しており、以後も、年度ごとの調達が続く。2021年度は、約259億円で、2機、1機あたり約130億円、2022年度は、約510億円で、4機、一機あたり約128億円と若干ずつではあるものの、イニシャルコストも
低減が図られており、総数では42機の調達を目指している。もともと、日本が、出雲、片護衛艦を航空母艦化し、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機をしようとしているのは、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛用に、航空戦力の選択肢を増加させる目的が大きいのだろう。ただし、最短でのこれらの準備にも、現在からは、まだ、4から5年先になる見込みであり、その将来までに、いわゆる第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2の持つ能力が、優位性を保持し続けているのか、若干の不安を感じないこともない。すでに、中国は、国産の第5世代戦闘機 J-20 について、課題だと指摘されてきた、機関部の生産を軌道に乗せ、2021年中に150機以上とも言われる配備を行うのと並行して、さらなる増産体制に入ったとも報じられているからだ。日本の、現在、軍事的に置かれている状況は、決して優位とは言い難く、早急な立て直しを図っています。まずはミサイル防衛の見直しでしょうが、すぐに対応できるだけの能力が、現在はありません。北朝鮮のミサイル開発は、進んでおり、中国やロシアと同じ位置です。日本もまた、手をこまぬいているわけではなく新しい潜水艦や護衛艦の開発が進んでいます。今回は、も、が、身型護衛艦を詳しく見ていきたいと考えています。次世代護衛艦として誕生しています。驚くべきは、その運用人員の少なさではないでしょうか。海上自衛隊では、かねてから DE、近海、沿岸海域の防備を担う護衛艦、阿武隈型、6隻の後継艦士の基準排水量3000トン級護衛艦の建造を計画しており、さらに多様な任務に対応可能な、コンパクトな護衛艦として、FFM という、新しい艦種記号が付けられた、も、が身型、6隻を建造することが決定され、その一番艦、も、神は、三菱重工業中崎造船所において、2022年3月に、偽装が終了して収益する予定である。FFM との艦種記号は、FF が、フリゲート、対戦、防空能力を有し、揚陸部隊、補給部隊、小船弾等の護衛を任務とする艦、M が、多機能、マルチファンクショナル、機雷、マインの頭文字を合わせた意味を持つとされ、海上自衛隊がフリゲートに分類される護衛艦を保有するのは、太平洋戦争直後にアメリカ海軍からタコマ級フリゲートを貸与され配備されたクス型護衛艦が除籍となった1972年3月以来の50年ぶりのこととなる。も、が身型は、
基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m、喫水 9.0m のコンパクトな艦隊に、燃費の良いコダグ方式の機関を採用され、7億馬力の出力で、最大速力30ノットを発揮する性能を持つが、その建造費は、一隻あたり460億円とされ、通常の護衛艦建造費の3分の2で済むとされている。外観上の大きな特徴としては、メインマストと接地機材等をフルカバーするステルスマストが採用されていることで、これは、近年、諸外国海軍のステルス艦でも採用されており、艦様に個性がなくなるなどとして、軍艦マニアなどの間では、評判があまりよろしくないのであるが、ステルス性を高める効果は大きい。さらに、艦隊全体が、レーダー反射断面積、RCS の低減を意識した、ステルス性に配慮されたデザインとなっていて、主艦隊と上部構造には、傾斜角が付されており、全甲板から続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いている。また、上甲板における配置は、これまでの護衛艦と比べて、かなりの変更が見られ、これまでは、全甲板に設置されていた、東洋病関連の機器、偽装が艦内配置とされた他には、上部構造物を、左右の両舷いっぱいに張り出させて、これまでの護衛艦に見られていた上、甲板の通路がない。搭載される兵装には、62口径5インチ砲1門、RWS、遠隔操作式無人重火、12.7mm 機関銃2機、C、ラム、近接防空ミサイルリム116、1機、17式 SSM、艦対艦ミサイル、4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射管2機に加えて、ミサイル垂直発射装置 MK41、VLS、16セル、1機の搭載も予定されているが、搭載するミサイルについて、検討が進められているために、後日装備となっているほか、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能である。も、が味方の特徴としては、対機雷戦能力が付与されたことにあるが、近年の日本をめぐる情勢から、大規模な機雷戦が発生する可能性が低減したことから、掃海部隊の規模を縮小しつつも、水陸両用作戦における当初防衛には対機雷戦能力が必要とされていることから、掃海部隊がそのための配置につくこととなり、減らした掃海艇の分の掃海能力を補完するものとして、対機雷能力が付与されたのである。も、が味方には、対機雷戦ソナーシステム OQQ-11 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV の運用が可能とされ、USV は UUV や護衛艦との間で情報のやり取りの中継を行うとともに、掃海具の曳航なども行う。UUV は自立型水中高層磁気機雷探知機 OZZ5 で、自立で、駆動と制御を行うため、これまでより、広範囲の捜索が可能となっているほか、サイドスキャンソナーに、高周波、低周波合成開口ソナーを用いており、これにより高周波で小型、ステルス化した機雷を探知し、低周波によって、低質海底に埋没した機雷を探知することができるとされている。さらに、情報統合システム C4ISR に関しては、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、磁気統制システム、各種武器システムなどは、オープンアーキテクチャ、防衛化が進められていて。標準化されたネットワークシステムに組み込まれる形で構成され、兵装なども含めて、後日装備のものがあると推測されているが、これは、も、が味方の設計思想として、建造開始当初においては、最低限を装備するベースラインを設定しておいて、
その後の状況を見ながら順次ユニット化した装備を拡充させていくとの考え方があるからであろう。そして、も、が味方では、精進員化も図られていて、乗員90名は、同じクラスのフリゲート艦と比べても、かなり少ないが、これは、近年の少子化などの影響もあって、海上自衛隊では、慢性的な人員不足に悩まされていることであり、海上自衛隊で、精進員化に加えて、女性隊員の登用を進めていて、現在建造を進めている艦内においては、対芸型通常動力潜水艦や、この、も、が味方には、女性専用区画を設けている。も、が味方護衛艦は、現在、1番艦、も、が味、2番艦、熊野、3番艦、の城、4番艦、三熊が浸水して偽装中で、5番艦と6番艦が建造中で、22隻の建造が計画されているが、海上自衛隊では、これらの乗組員については、クルー制を採用する予定としている。このクルー制は、アメリカ海軍では、原子力潜水艦に採用しており、日本でも、やはり、人員不足に悩む海上保安庁が採用していて、これまでのように、護衛艦と乗組員とを一体化させて運用するのではなく、クルーは、それぞれ、任務、休養、訓練を実施して、任務に就くクルーが稼働する艦に乗り組むことになり、クルーには、休養を与えることができ、艦艇も、確実に整備を行えるとされている。ただし、これを実施するためには、同型艦の装備や操作が、すべて同じでなければならないのであるが、熊野方では、そのことへの配慮がなされており、現段階で、後日装備の、兵装や装備が多くなっているのはそのためである。低コストの軍艦を多目的に運用しようとする計画は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦、LCS、フリーダムや、インディペンデンに、などにも見られていたもので、武装や装備をモジュール化することで、任務に合わせて組み替えることや、乗員のクルー制勤務などの推進と、コンパクト設計や省力化、消費化などによるコスト低減、効率化などへの取り組みを、も、が味方において試しているとの見方がある。ただ、アメリカ海軍では、この LCS の固定兵装性能の不足から、中国海軍へ対抗するには、不十分であることや、追加モジュールの開発が進んでいないこと、また、そのユニットが、高額なものになり、調達価格が高騰したことなどから、開発を断念している。しかし、アメリカ海軍とは、その運用方針が異なり、近海防衛が主目的の海上自衛隊であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性があり、今後の、も、が味方 FFM の運用に、注目が集まっている。
世界でリチウムイオン電池の開発が急ピッチで進んでいます。日本が潜水艦にリチウムイオンを搭載したことから世界の流れが変化しました。今回は海上自衛隊最新鋭潜水艦を詳しく見ていきます。スターリングエンジンの欠点は低出力というデメリットを抱えていましたが、リチウムイオン電池は高出力での運用が可能となり、充電時間の短縮もまさに次世代なですよ。2022年2月現在、ロシアのウクライナに対する軍事侵攻が危惧される状態が続いており、旧ソ連時代の冷戦終了以後のヨーロッパで最大規模の危機的状況にあると各方面からの指摘がなされている。歴史的に見ても、ウクライナはかつての旧ソ連を形成した地域国家の一つであり、その中でも最大規模の面積や人口、各種のインフラを持つことから、ロシアが再びこれを支配下に置きたいことは明白だろう。すでに併合を強行したクリミアの時と同様に、ウクライナに住むロシア系住民の保護を名目として、ロシアが軍事力を背景に強制力を行使し、その NATO 加盟を阻止して自国の勢力圏を保持しようとしている。ロシア、ウクライナともに内陸の大陸国家であるため、ロシアは国境に多数の陸上兵力を差し向けており、その気になれば、軍事侵攻によって、ウクライナの首都キエフを短時間で陥落させることが可能だと見積もられている。ただし、実際の軍事侵攻が行われるか否かについては、そこまでする利点は大きくないのではないかと指摘する専門家の声も多く、あくまで、ウクライナ側の情報を引き出す脅しだという見方が多いようだ。日本からしてみれば、ウクライナは、遠い異国の地であり、そのロシアの軍事的脅威という、事態に、リアリティや共感を得ず、ないことは事実で、かつ、島国として、国境線での軍同士の対峙という、構図も同様だろう。しかし、ウクライナ問題が、このまま、ロシア側の思惑通りに、NATO 加盟を阻止して、その地への支配力を強める方向に進むとするならば、軍事力を背景にした、こうした行動を同様に推進しかねない国の行動を後押ししかねない。これは、日本の周辺においては、中国が台湾の併合を決断することへの影響が、最も警戒される点であり、これが、一度現実となれば、尖閣諸島を中国が手中に収める事態も覚悟しなくてはならないだろう。幸いなことに、日本は地理的要因として広い領海で四方を囲まれている状態にあるため、中国が尖閣諸島方面を入手するには、艦艇等によってそれを実行し得る戦力を送り込む必要があり、地上戦のように即座には行えない。こうした中国軍の進出を防止するのに、最も効果的な戦力と考えられるのが、それらの中国軍艦艇の接近阻止を行える潜水艦であり、この2021年度末には、ようやく当面の目標であった22隻体制が構築できる見込みだ。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦は、タイゲイ型であるあるが、この一番艦で、ネームシップのタイゲイは、2017年度末に三菱重工業者の神戸造船所で寄港され、4年の歳月を経て、収益に向けて最終の調整が行われている。タイゲイ型は、水上排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 10.4 メートルの艦体を持つ、通常動力型潜水艦としては、世界最大規模の大きさを誇るディーゼルエレクトリック方式の艦だ。前級である、そう、流型の最終の2隻、
11番艦の桜竜や12番艦の東竜と同様に、タイゲイ型は、ディーゼルエンジンとリチウムイオン蓄電池とモーターを機関に採用。その方式を、設計時点から前提としている。桜竜以前の双竜型10隻は、その当時は画期的と言われた、ディーゼルエンジンと鉛蓄電池とモーター、そして、スターリングエンジンを搭載したハイブリッド推進であり、いわゆる非対機依存推進を実現させていた。その当時の通常動力型潜水艦は、長時間の連続潜航を実現するために、非対機依存推進の機関部を搭載することが最良の選択と考えられており、海上自衛隊でも、その定義にのっとり、初期の、双竜型の機関構成を選択していた。桜竜以降の、双竜型へ、従来の鉛製に変えて、リチウムイオン製の蓄電池の搭載が決定した時点でも、当初は、スターリングエンジンの廃止まで、破想定はされておらず、併用の可能性もあったという。実際、初期の、双竜型では、水中での最大出力は8000馬力、速度は20ノットと公表されているが、桜竜以後は、これが、同5600馬力、同18ノットとカタログ数値上はスペックダウンしている状態である。しかし、こうした最大出力や速度といった、瞬発的な数値よりも、リチウムイオン製の蓄電池の持つ水中での、持続的な力の発揮こそが運用上では優れていると判断され、海上自衛隊の用途に合致すると見込まれたのだろう。現在2022年時点でも、桜竜以後の海上自衛隊の潜水艦のように、リチウムイオン蓄電池を搭載する量産型の潜水艦は他国では登場しておらず、韓国が今後の土産アンチャン補給の2段階目で搭載する予定のままだ。前述のように、桜竜以降の海上自衛隊の潜水艦の潜航時の最大速力は18ノットと、他国の原子力推進型の攻撃型潜水艦が、軒並み30ノット前後の速力を発揮可能なことと比較すれば、劣勢は否めない。ただしに、海上自衛の潜水艦作戦の基本は、日本に接近してくる敵艦艇の接近阻止にあり、これを実現するための重要海域での待ち伏せを行うことに主眼が置かれているため、単純比較でその優劣を論じるのは無意味かもしれない。ただし、昨年2021年9月にオーストラリア海軍がこれまでの通常動力型潜水艦調達の方針を改め、アメリカもしくはイギリスから攻撃型原子力潜水艦を調達すると打ち出したことから、日本もこれに習うべきとの意見も出始めている。しかし、オーストラリア海軍が原子力潜水艦を保有しようとする目的は、自国からは遠い南シナ海にそれらを展開し、搭載する長射程の対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイル等によって、中国への牽制を図る点にあると思われる。それを考慮すれば、拙速に、日本も、原子力潜水艦を保有するべきだと唱える前に、従来のタイゲイ型までの潜水艦には、対艦攻撃用の魚雷やハープーン巡航ミサイル等の兵装しか実装していない点を議論すべきだろう。こうした潜水艦の使用、運用目的を明確にし、それに沿った作戦行動を起とした上でなければ、今の海上自衛隊に原子力潜水艦が必要な戦力かという、判断を下すのは困難であり、貴重な予算を無駄にしかねない。自衛隊が対地攻撃能力を有する兵器を保有しようとすることは、敵基地攻撃能力を施行することであり、攻撃的兵器の保有を禁じた憲法9条に抵触するから、違憲であるとの言説が、すでに、
反対勢力からは噴出している。基本的に、これまでに、日本の自衛隊は、攻撃的な機能を在日アメリカ軍に任せることで、自身は防御に特化した装備で対応してきたわけだが、これを機に、今後の防衛政策に、有用な議論がなされることを願いたい。アメリカ海軍情報局、オフィス・オブ・ネイバル・インテリジェンスの報告によれば、2020年時点で、中国海軍は、SLBM 搭載の戦略型原子力潜水艦を4隻、攻撃型原子力潜水艦を4隻、通常動力型攻撃型潜水艦を55隻は保有しているとみている。この数は、2030年には、少なくとも、あと10隻は増加すると見込まれており、これを裏付けるかのように、2004年以降には、日本の接続水域内を先行航行する、中国海軍所属と、おぼしき潜水艦の確認例が増加している。私たちの住む日本も平和と言えない状況になってきています。今回は尖閣を含む離島防衛の目線で一二式誘導弾改めの状況を詳しく見ていきますね。一二式誘導弾を早く陸海空仕様を作ることですよね。何にで使える誘導弾があれば防衛力強化につながりますし、何より抑止力にもつながります。九段線という言葉をご存知だろうか。九段線は、有事線、または牛舌線とも呼ばれており、1953年に、当時の中華人民共和国、中国と中華民国、台湾との間で引いた、南シナ海の国境線のことを言う。この九段線を根拠として、中国は南シナ海における海洋権益を一方的に主張して、まるで南シナ海の各島々の領有権があるかのように勝手に上陸し、基地を作っている。この海洋進出は露骨かつ強引な国際犯罪とも捉えられるようなもので、被害を被っていないのは同盟国とも言える、ロシアや後ろ盾になっている、北朝鮮ぐらいである。この両国を除くに西太平洋の国々が、中国の野望を阻止するために指導しており、改めて、九段線について考えると、あくまでも、中国と台湾二国間のみの約束事であり、国際的な実行力は、全くない。要は、中国が自国領と主張している台湾との間での取り決めであり、国と国との約束であれば、台湾を一つの国として認めざるを得ないし、自国領と言い張るのなら、一国で勝手に決めたことになり、まさに横暴の極みである。日本領土の尖閣諸島で言うと、接続水域に入って、日本漁船を脅したり、領海を侵犯したりする中国海峡の艦艇に悩まされており、日々緊迫した状況で、過酷な業務を強いられている海上保安庁の巡視艇は苦労に尽きるばかりである。中国の行動は海だけに止まらず、ここ数年は台湾の防空識別圏に中国軍機が堂々と侵入して
挑発行為を繰り返しており、軍事力拡大を進める中国に対抗する日米両国を中心にして同調する西側諸国の軍事的活動があり、西太平洋、南シナ海、東シナ海、フィリピン海などを含む全般が一触即発の緊張状態に陥っている。すでに中国は東シナ海にも手を伸ばしており、それも第一列島線という中国が勝手に決めた防衛ラインで、1982年に打ち出された中国人民解放軍近代化計画の中の概念の一つであり、その後の世界情勢の変化とともに重要性が増してきている状況にある。これはアメリカに対する軍事的戦略上の境界線であるが、この中には大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、尖閣諸島などの南西諸島までもが含まれている。明らかに日本の領土である沖縄や宮古島まで入っており、自分勝手以外の何者でもなく、この第一列島線が発表されて大問題になったが、現在では残念ながらなかった話のようになっており、継続していたら、反中の高羽組が黙ってはいなかっただろう。中国の意図としては、アメリカと戦争することになったら、日本領の南西諸島を防衛線として死守し、その内側に、米軍や自衛隊の艦船、航空機などの侵入阻止を想定しているわけだ。日本の領土を、勝手に防衛線と決めているわけだが、中国が、アメリカとことを構える事態になったら、日本の南西諸島を中国軍基地として占領して、米軍阻止するのが目的だと言っているから遺憾である。つい最近も、中国とロシアの艦艇10隻ほどが、日本海から津軽海峡を通り、太平洋を南下して、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過後、大隅海峡を抜けて、東シナ海に入るといった示威的航海を行っている。しかし、津軽海峡と大隅海峡は日本領海であるが、二つの海峡には、国際海峡公海と認められる部分を設定しているため、平時に外国艦艇の通過できることになっており、中国海軍とロシア海軍が通過したことには、厳密に言うと問題はない。だが、日本の近海を軍艦が通過するという行動は不気味かつ不愉快であり、この行動の本当の狙いは、日米豪印4国によるクワッドや、米英豪3国によるオーカスなどの反軍事同盟的対中国共同包囲網のような新安全保障枠組みに対抗と言われている。当然、日本としては容認できるものではないが、国内では衆議院選挙を控えた時期であったため、この威嚇公開が大きなトピックにはならなかったのは残念であり、自民党公約の対敵基地攻撃戦力の保有も注目されていなかったが、水面下では政府と防衛省が着々と地固めを進行させている。特に防衛省が力を入れているのが陸自に配備されている一蓋式地対艦誘導弾の長射程化開発であり、百数十キロメートルという長射程ミサイルを地上移動しながら発射できるものであり、その能力向上タイプとして、2022年度末までに、射程900キロメートルに伸ばす改良を行っている。そして、改良型ミサイル部隊を南西諸島に配置し、占領を企んで押し寄せてくる中国艦隊へ備え、最終的には、射程を 1500km まで伸ばして、地対地ミサイルとして、中国本土の基地をも射程に収めようとする計画も進めている。この地対地超射程ミサイルによって、中国軍のミサイル射程外から攻撃できるスタンドオフ能力を持たせて、南西諸島への中国軍上陸を阻止するために役立てられる。すでに、2019年3月には、第302地対艦ミサイル中隊が奄美大島に配備されたが、
瀬戸内郡田室地の瀬戸内建設業協会では、奄美大島は安保の最前線と言われているが、実際にはピンときていないようで、ミサイル部隊を配備することに対しての警戒心を住民は抱いていない。むしろ、部隊配備後の経済効果が大きいというメリットを感じており、瀬戸内郡田室地の場合、基地設備建設予算約630億円のうち、奄美市、瀬戸内町にある建設会社延べ58社に計147億円の受注が入り、人手が足りなくなるくらいの地元経済へ、貢献と潤いをもたらせている。無論配備を喜ぶ声ばかりではなく、基地があれば攻撃目標になって、ミサイルを撃ち込まれたり、空爆や艦砲射撃などを受けたりするかもしれないという警戒する声も確かにあるが、このような反応は、米軍や自衛隊が新しく基地を設けるときには必ず出てくる。反対に基地がなければ、島民は安心安全な生活ができるのかというと、残念ながら前述した第一列島線の話もあり、中国は奄美大島を含む南西諸島を対アメリカの防衛線と考えていて、万が一の時には島々を攻撃して占領することは明白であり、基地があってもなくても危険であることを認識しておくべきである。別の視点で言うと、南西諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動可能であるため、有事の際には山岳地帯などに移動して敵の攻撃を避けるように訓練していることは中国軍も熟知しており、駐屯地などへ多少の攻撃を行ったとしても壊滅的な大攻撃を仕掛けることはないと見積もられている。あくまでも世界から確実に批判される民間人や民間施設への攻撃は避けるはずだという想像と、占領後に自分たちが生活するインフラを破壊したくないという意図もあるだろうという節操である。沖縄を含む南西諸島に基地があるから攻撃されるわけではなく、中国にとって地政学上大陸を守るためには必要不可欠な場所だから攻撃してくることを認識しておくといいだろう。これらの島々から米軍基地だけで吐く自衛隊基地も撤去してしまえば、直接攻撃を受けることは確かにないと言えるが、ある程度の地籍があって航空基地が作れる島だったら、中国軍が上陸して占領することは安易に想像できる。中国軍に占領されて施政下に置かれることを避けたいなら、島の自衛隊基地設営に協力して、簡単には中国が手を出せないほどに防衛力をアップすることに協力するか、本州に移るという選択肢しかありません。世界の西側諸国で南シナ海での航行の自由作戦が実施されているのはご存知でしょう。日本も海上自衛隊が航行の自由作戦を実施しています。
では、どれくらい実施しているのか気になりませんか。今回は、日本、世界での航行の自由作戦を21年度版でまとめてみました。護衛艦もこんなに実施しているのかと、別世界を感じてしました。また、アメリカが最多で実施していますよね。南シナ海において、中国が不法に領有権を主張する人工島などの近くを航行する航行の自由作戦は、アメリカが提案し、西側各国が賛同して実施されているが、これまで日本は参加を表明したことはなかった。しかしながら、某新聞によると、複数の政府関係者からの話として、海上自衛隊の護衛艦が、2021年春頃から数回、南シナ海において、航行の自由作戦と、同様の活動を実施していたことが判明し、東シナ海での尖閣諸島周辺などや日本近海における、中国海軍の軍事活動の活発化への対抗措置とみられている。政府関係者らが明らかにしたところによると、海上自衛隊による最初の航行の自由作戦が展開されたのは、2021年3月とされ、中国が領有権をめぐって、ベトナムやフィリピンと争っている南シナ海のスプラトリー諸島、中国名、南沙諸島から12から24海里、約22から44キロメートルの水域を護衛艦が航行したとしている。この水域は、中国が主張する領海の外側の接続水域にあたる部分になるが、中国の主張は認められず、国際法上の公海であるとして、航行を実施し、政府の国家安全保障会議を経て、当時の菅首相に報告されたとのことである。また、1921年8月にも違う護衛艦が、3月と同様に、スプラトリー諸島近海を航行したとされていて、いずれも、海上自衛隊とアメリカなど他国海軍との共同訓練時や、中東方面への派遣の際の往復時に実施されたという。この、航行の自由作戦に参加したとみられる護衛艦は、3月は、日米仏ベルギー共同訓練で、アデン湾に派遣された、有明か、南シナ海で、日豪共同訓練に参加した、あけぼののいずれかあるいは両艦とも実施したとみられ、8月は、西太平洋、フィリピン海で実施された、日米印号共同訓練、マラバール2021フェーズ1講談に参加した、かが、村雨、白縫いとみられている。1958年に、中国が、九段線を根拠として、自国領海であるとして、以来、軍事活動を強化して、進出を進めている南シナ海は、日本には、中東からの石油資源を運ぶ海上交通路、シーレーンとして重要であり、また、アメリカ軍にとっても、アメリカ本土から、あるいは横須賀の第7艦隊が、インド洋や中東方面などに展開する際には、必ず通過するルートである。その南シナ海において、中国は、2014年以降、スプラトリー諸島のスピ礁、ファイリークロス礁、クアテロン礁、ミスチーフ礁、ヒューズ礁、チョンソン南礁、ガベン礁、エルダド礁の7つの岩礁の埋め立てを実行し、このうちファイリークロス礁、スビ礁、ミスチーフ礁には、滑走路、2000から3000M、や地対空ミサイルなどを格納しているとみられる開閉式屋根の建築物が多数確認されており、着々と軍事拠点化を進めている。スプラトリー諸島周辺は、大陸棚の工業場であるほか、石油、天然ガス資源が豊富であるとされ、中国の他にも、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブルネイ、台湾が領有権を主張し、ブルネイを除く5カ国が実効支配しているなど、東南アジアにおける火薬庫的な存在となっている。2016年に、フィリピンが、南シナ海における中国の主張や行動について、
オランダのハーグにあって、国家間の問題を国際法に基づいて裁定する常設仲裁裁判所に15件の申し立てを行ったが、仲裁裁判所は7月に九段線も含めて中国側の主張を全面的に否定し、中国が領海権を主張する法的根拠はないとの判断を示している。さらに、中国が埋め立てによって造成している人工島は岩礁で、島ではなく岩であるか、低潮高地と呼ばれる満潮時には、海面下に沈む土地であるため、これらの人工島には、200海里の排他的経済水域、EEZ は生じないとの判断も示された。しかし、2016年6月30日に、フィリピン大統領に就任した、フィリピンのトランプことロドリゴ・ドゥテルテは、中国寄りの言動を見せ、中国に対して、譲歩はしないと、言いつつも、仲裁裁定への言及を避け続けており、棚上げされた状況が、現在も継続している。その後、アメリカ海軍は、南シナ海に空母打撃群を派遣して、演習を展開するなどして、中国への牽制を強めるほか、オバマ政権時代の2015年10月27日に、アメリカ海軍第7艦隊所属のアーレイ・バーク級イージス駆逐艦、ラッセンを、スビショウの12海里以内を航行させた、航行の自由作戦を継続していた。今回の護衛艦の南シナ海における、日本版、航行の自由作戦の活動について、日本政府は、護衛艦の航行はあくまで公海上であり、何一つ問題にはならないとの立場をとっている。さらに、関係者によると、防衛省では、南シナ海において、海上自衛隊護衛艦が、航行の自由作戦を展開することについて、国際法を無視し、それを歪める中国に対しては、航行の自由を求め、南シナ海において、国際法を遵守し、平和と秩序を守るように、警告として意味があるとして、今後も継続する意向を示しているという。これまで、日本政府は、アメリカによる、航行の自由作戦の実施を支持することを表明はしていたものの、中国との関係と、その関係悪化を懸念する、自由民主党内の親中国派議員への配慮から、作戦への表立った参加表明は、言ってこなかった。航行の自由作戦、ONOP とは、アメリカ国防総省と国務省が、共同で、海洋において、国際法に違反する主張をしている国に対して実施する、プログラムの一環であり、その役割分担は、国務省が、外交ルートから、該当国に抗議を行い、その後に、国防総省が、海軍艦艇、または、航空機を、当該海域に派遣することになっている。このプログラムは、アメリカが国際法に違反する国の主張を一切認めないとの意思を明確に示すことが目的で、世界で紛争が発生した場合に、自軍を速やかに展開するために、必要な海域の航行権を明らかにしておくことである。世界の警察を自負するアメリカは、どんな遠方の紛争においても、速やかに軍を展開して対応する体制が整えられているが、もし、航行の自由作戦を実施せずにいれば、国際法を守らない国の主張を認めたことになり、いざという時に航行することができない可能性が生じるのだ。中国に対して、南シナ海や台湾海峡において、航行の自由作戦を繰り返し実施しているのはそのためであり、これは、たとえ、同盟国が相手でも実施されていることは、意外と知られていない。実は、日本に対しても、航行の自由作戦が実施されていて、2020年12月に、アメリカ海軍の補給艦、アラン・シェパードによって、
対馬海峡で行われている。これは、対馬か九州北岸の領海を示す基準線について、日本が引いた基準線をアメリカが問題視したためとされ、このように、アメリカは、自国海軍艦艇の航行に支障があると判断した海域において、その通行権を確保するため、航行の自由作戦を常に実施しているのである。毎度のような話題ですが、今回も尖閣諸島問題について見ていきたいと思います。アメリカが重い腰を上げたようですが、さて、日本も何か対応すべき時ではないかと思われます。もうじき開催されるはずの北京オリンピック前にアクションをした方がいいのでは？2021年2月25日、中国海警局の船舶による沖縄県尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議なるものが開催されました。その会議の結論として、外国公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合、海上保安官が相手に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もあるという考えを示した上で、海上保安庁法の解釈を明確にしたのです。実は、2日前の2月23日、アメリカ国防総省のカービー報道官の声明がありました。日本領である尖閣諸島周辺海域で、中国海警局艦艇が日本領海へ侵入を繰り返していることについて、中国海警局艦艇の行動は誤解を招き、物理的な損害を日中双方に招く恐れがあると中国政府を非難するとともに、尖閣諸島における挑発行為的を即中止するように要求したものでした。追加として、彼はアメリカは尖閣諸島における日本の主権を支持すると発言したので、日本国内では、尖閣諸島について、日本の主権を、アメリカが認めた発言だとして、大きな好感を持って受け取られました。こういった流れを受けた上での機外射撃容認発言だったのですが、アメリカがバックアップしてくれたと喜んだのも、ほんの束の間でした。中国が、アメリカ高官の発言を黙って聞き逃すはずはありません。カービー氏の発言に対して、翌24日、中国外務省の広志副報道局長が反論を展開しました。上魚島諸島、尖閣諸島の中国名は、中国固有の領土、アメリカと日本による安全保障条約は、東西冷戦時の産物であり、第三国である。
我が国の利益を損なうことは許されない。東シナ海地域の平和と安全を脅かす事態は許されないと記者会見で主張し、アメリカと日本を牽制したのです。中国の意見にビビったわけでもないでしょうが、2日後の26日、再び記者会見をしたカービー報道官は、23日の尖閣諸島の主権は日本にあるという発言を訂正しただけでなく、尖閣諸島の主権に対するアメリカ政府の方針は従来と変わらないとしたのです。つまり、今までアメリカ政府は尖閣諸島について日本の施設権は認めるが、主権はうやむやで日本領とまでは認めないと言っていたのですが、その立場を継続するということだったのです。彼は、さらに、日本アメリカ両国首脳による電話会談で確認されたように、日本の防衛に対するアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであると発言しました。アメリカの立場は従来と変わらず、日本へ肩入れするわけでなく、経済的に強い結びつきのある中国の面目を潰すわけにもいかないということで、どっちつかずのままということですね。日本に何かあった時にも、どっちつかずなのかな、と心配してしまうのは、私だけではありませんよね。1年遅れの東京2020オリンピックは、コロナウイルス蔓延を尻目に、2021年7月から国民の不安や不満をないもののようにみなして開催されました。この東京オリンピックの期間中は、中国艦艇の動きは一時静かになっていました。世界の目が東京、日本に向けられていた時期ですから、余計なことはしなかったのでしょう。しかし、オリンピックが終わり、秋になると、再び連日の中国海警局艦艇接続水域及び領海への侵犯が続くようになりました。11月19日には海警局艦艇4隻の領海侵入があり、2021年では31回目となったのです。この行動に背景として推理されたのが11月9日の空自とアメリカ空軍の訓練でした。空自のヘリコプターやアメリカ空軍のオスプレイなどの航空機が尖閣諸島付近海域で捜索、救難訓練を実施したのです。この訓練も尖閣諸島や台湾有事を念頭において実施されたものだと話題になっていました。中国が艦艇4隻を一度に領海侵犯させたのは、この訓練に対する牽制だったのではという見方をする意見が多いのです。ここで、尖閣諸島について改めて説明しましょう。石垣島の北西約 170km に位置する尖閣諸島。行政区分は沖縄県石垣市に属しています。諸島ですから、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島などがあります。この一帯を尖閣諸島と呼んでいるのです。古くは鰹節工場があって、日本人が居住して作業していたそうですが、第二次世界大戦後中に引き上げ、1940年、昭和15年以降は、すべての島に人はいません。現在は、久場島と周辺小島は私有地になっています。その他の島々は国有で、久場島と大正島は、日米地位協定に基づき、アメリカ軍に提供された形になっています。1895年、明治28年、1月、日本が、尖閣諸島を沖縄県に編入して、以後、領土として支配していました。しかし、太平洋戦争で敗れたため、沖縄がアメリカの統治下に置かれたことで、沖縄県に属する
尖閣諸島の行政権が停止されてしまったのです。1951年、昭和26年9月、サンフランシスコ平和条約において、日本は台湾とホウ、湖諸島の領有権を放棄しました。その際、尖閣諸島を含む南西諸島は日本領として認められましたが、アメリカ統治下に置かれる状態は継続することになりました。当時の中国と台湾は、この事態に異議を唱えることはなかったということは、形の上では、尖閣諸島が日本領であることを認めていたということになりますね。アメリカと日本が、尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する沖縄海事、海協定に署名したのが、1971年、昭和46年、6月でした。翌年、沖縄は日本に返還されました。それまでは、日本でありながら、本土への移動にパスポートが必要だった、沖縄の人たちの長年の願いが叶った時でした。ところが、この沖縄返還直後から、今まで、尖閣諸島については何一つ、触れたことのなかった台湾と中国が、それぞれ、自国に領有権があると主張し始めたのでした。まず台湾の主張です。1895年、明治28年に締結された日清戦争後の下関条約により、台湾と尖閣諸島などの島嶼が日本領になりましたが、1951年、昭和26年のサンフランシスコ条約によって、中華民国の帰属とされました。この事実があるため、アメリカが勝手に尖閣諸島の施政権を移した。こと、中華民国である台湾の領有権とは別物であると主張したのです。一方の中国、中華人民共和国の言い分です。尖閣諸島は、明治時代の古文書に記されていること、中国大陸の歴代王朝君主は、領土に尖閣諸島を含めてきた歴史的事実があることを理由に、従来は中国の教科書に尖閣群島と記載してきたものを、1971年12月の尖閣諸島領有権を主張する声明に合わせて、上魚大列書と表記を変更しています。明の時代は、1368年から1644年まで続いた長期政権です。1368年といえば、日本は室町幕府足利義満の時代です。そして、1644年は、江戸時代初期で、島原の乱の7年後ということになります。そんな昔のことを根拠にされても、と思いますよね。だったら、古事記や日本書紀を持ち出してもいいのかと思います。台湾と中国が、1971年にいきなり、尖閣諸島の領有権を主張し始めた理由ですが、2年前にありました。1969年5月、国連アジア極東経済委員会が、東シナ海の学術調査結果を発表したのですが、その中に、尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるという報告があったのです。数年後の1973年の第一次オイルショックは有名ですが、石油は今以上に貴重な資源とされていました。太平洋戦争の原因の一つとも言われていますよね。その石油が埋まっているかもしれないということで、尖閣諸島が逆光を浴びることになったのです。アメリカも沖縄だけでなく、
尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する動きがあるらしいとされましたから、石油を日本に奪われてはならないそんな思いもあったのではないでしょうか。台湾を自国領として完全に支配しようとしている中国からすれば、沖縄の在日アメリカ軍や先島諸島駐在の自衛隊にプレッシャーをかける意味でも、尖閣諸島占有が重要なポイントになります。台湾侵攻と同時、もしくは直前に、尖閣諸島を占拠して軍事拠点化する可能性が高いと推測されているのです。様々なことを考えると、尖閣諸島問題について政治的対話による解決はもはや不可能と思われます。残念ながら、中国が実効支配への足固めをしている、着々と進めている現状では、自衛隊を尖閣諸島に駐在させることによって、領有権を主張することが、まずやるべきことではないでしょうか。同時に、アメリカはもとより、世界の国々に、日本の主張を訴えていくことも必要だと思われます。日本でも、初の3000トン級通常動力型潜水艦潜水艦隊ゲイが、もうじき引き渡される。様々な高性能を搭載している、日本が誇る潜水艦の登場。今回は、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を詳しく見ていきますね。リチウムイオン電池で、大きく方向性が変わった、潜水艦ですが、日本が原子力潜水艦を必要とはしなくなる理由の一つです。もう、次期、エンジンも高性能でかつ、静かなエンジンができるかもしれませんね。VSL の搭載などの方針もどうなるのか、はっきりしてませんが、超小型高性能水素エンジンなどが、出現なんて、こもあるかもしれまんよね。願望としては出てきてほしいです。今年2022年3月には、海上自衛隊の最新鋭潜水艦として、タイゲイ型の一番艦で、ネームシップのタイゲイが就役を果たす予定であり、現在は、これに向けた最終の、偽装工事や準備が行われている状態だと目されている。タイゲイは一昨年の2020年10月に進水し、そのタイミングで同時に命名も行われ、こそで初めて艦級名が明らかになったわけだが、すでに2番艦のワクゲイも2021年10月には進水。こちらも来年2023年の就役を目指し偽装中である。タイゲイ型潜水艦は、毎級である、そう、流型の基本構成を踏襲しており、デザイン面や X 化自動の要素も、その延長線上にあり、それらをより洗練して、
キープコンセプトの概念を元にして仕上げられた艦艇だと言ってよいだろう。最新鋭の潜水艦につき、対舷位型は公表されていない。数値上のスペックも多いが、水上排水量3000トン、水中排水量4250トン以上、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 10.4 メートルほどであろうと考えられている。これは、そう、竜型の11番艦、王竜、12番艦、東竜と、比較して全長、全幅は同様であり、排水量が50トンほど増加されており、これに伴い、喫水が 1.3 メートルほど深くなっているサイズ感である。また、そう、竜型は、1番艦、総竜から10番艦、小竜までは、さらに、排水量が11番艦、王竜、12番艦、東竜と、比べて50トンほど少なく、途中でマイナーチェンジを行ったと言えるだろう。そのタイミングで、推進方式も、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と、モーター、スターリング機関搭載という、AIP 非待機依存推進方式から、ディーゼル機関とリチウムイオン製蓄電池と、モーターという、構成に改められた。この機関部の構成を対舷位型も引き継いでおり、今後、しばらくは、これが、海上自衛隊の潜水艦の、標準的な推進方式として用いられていくのだろうと、2022年1月の現段階では、概ね考えられている状況だ。通常動力型の潜水艦が、兵器として登場した時点で、その機関部は、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と、モーターという構成であり、この基本構成は、およそ1世紀ほども続いたが、リチウムイオン蓄電池の搭載で、これは覆された。そのため、そう、竜型11番艦の、王竜が、2018年10月に浸水、その後2020年3月に就役した当時は、世界初の実用化された、リチウムイオン蓄電池搭載の潜水艦として、広く軍事関係者のみならず、注目を集めたことも、記憶に新しい。対舷位型は、王竜らと異なり、このリチウムイオン蓄電池を、計画、設計の段階から、採用していた初めての専用艦艇でもあり、これによる、艦内スペースの効率化も、これまで以上に進められている。具体的には、大きくかさばっていた、スターリング機関を廃したことによって、その空いたスペースに、海上自衛隊の潜水艦として、初めて、女性の陸民用の居住区画を設けるなど、新たな設計が取り入れられた艦艇となった。リチウムイオン蓄電池は、鉛製の蓄電池に比べて、同容積でも、2倍以上のパワーを発揮し、反復満る放電回数も、その約5割増しで、急速充電が可能。さらに、大電流、電圧の持続性が高く、艦艇の連続航行時間を大幅に増加させたという。対舷位型は、最大出力や速力も公表されてはいないが、王竜らは、前者が、水中で、5600馬力、後者が、同様に、水中で18ノットとされていることから、おそらく、これに近い数値であるとみて、間違いはないだろう。実は、これは、昇竜までの水中での最大出力8000馬力、同速度20ノットと比べると、見かけ上のカタログスペックは低下しているのだが、リチウムイオン蓄電池の特性である、持続力が優先されたという傍証でもある。つまり、瞬間的な水中の最大出力や速力が多少低下しようとも、実際の運用上では、持続力に勝るリチウムイオン蓄電池の方が高い評価を得ているといえ、特に、待ち伏せが主任務とされる海上自衛隊の潜水艦には適しているのだろう。そんな対舷位型だが、これと同様に、リチウムイオン蓄電池を搭載しようとしている潜水艦があり、それは、
彼の国、お隣の韓国海軍のトサヌアンチャン補給のバッジと呼ばれる2段階目のバージョンである。トサヌアンチャン補給は、1番艦のトサヌアンチャン補が、昨年2021年の8月に就役、2020年11月に2番艦、2021年9月に3番艦が進水しており、これらは、初期型のバッチ1と呼ばれているタイプだ。トサヌアンチャン補給のバッチ1は、水中排水量3800トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートル、喫水 7.62 メートルの艦体を持ち、通常動力型として、世界最大級の対艇型に、ほど近いサイズ感である。トサヌアンチャン補給は、バッチ1では、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と、モーターという古典的な機関部の構成だが、これを、バッチ2からは、鉛製の蓄電池を、リチウムイオン製に変更する予定であるとされている。同級は、こうした機関部の構成を最終型となるバッチ3では、原子力推進型とする構想も打ち出されているが、かつては、韓国が原子力潜水艦を保有することの実現性は限りなく低いと考えられており、疑問視する声が多数だった。しかし、昨年2021年9月15日、オーストラリアがアメリカとイギリスとの3カ国での新たな安全保障体制のオーカスの締結を機に、アメリカかイギリスのどちらかから、攻撃型の原子力潜水艦を調達すると公表したことで、新たな局面を迎えている。このオーストラリアの原子力潜水艦保有への180度の方針の変換を鑑みれば、同国での保有は認めても、韓国でのそれは認めないと、アメリカが明言することは、難しくなったのではないかとの見方も、にわかかに浮上してきたためだ。特に、韓国が、最大の脅威だと、自他、共に認める北朝鮮が、同様に、原子力潜水艦の保有を推進することが、明確になれば、これをアメリカが抑止する、積極的な公の理由は、なくなる可能性が高いとの声も出ており、部分的に説得力がある。仮に、トサヌアンチャン補給のバッチ3が、実際に、原子力推進型となるようであれば、バッチ1でも6機、バッチ2以降は、10機の搭載が見込まれる VLS、垂直発射艦の並走からは、戦略型の潜水艦に近い運用も、可能になるだろう。こうした状況を受けてか、日本でも、以後の潜水艦に、VLS、垂直発射艦の搭載を検討する動きや、原子力潜水艦の保有を推進する一部与党政治家の発言もあり、これまでとは大きく異なる展開を迎えるのかもしれない。ただし、日本の場合は一足飛びに原子力潜水艦の保有が是か非かという以前に、従来からの攻撃型潜水艦の作戦行動範囲を拡張するためにそれを選択するのか、対地攻撃能力の付与を目指してVLS、垂直発射艦の装備を行うのか、目的を明確にする必要があるだろう。日本の
F2 次期戦闘機計画は、別名、F3 計画とも呼ばれているそうです。純国産を目指している F3 戦闘機と同時に配備される予定なのが、AI 無人戦闘機です。今回詳細に見ていきたいと思いますが、もはや、人間の手による操作は、最小限に済ませる戦闘が多くなっていくのでしょう。ボタン一つで、地球の裏側にいる敵を、顔を見ることもなく兵士、顔も名前も知らない人間を殺したことに、痛みを感じることもないという、残酷非道な戦争は、現実のものとして近づいているのかも、しれませんね。2021年5月、防衛省は、現在開発中の F2 戦闘機の後継機となる国産次期戦闘機と連携して使用される無人機のフルスケールの実証機開発関連費について、2022年度予算の概算要求に盛り込む方針ということを公表しました。次期戦闘機は、国内企業グループで開発が進行中です。目標としては、2030年代半ばからの配備ということです。作戦、任務遂行のための根幹となるミッションシステムやインテグレーション技術に加え、ウェポン、武器を統合する火器管制システムなどの研究も進められているそうです。無人機については、こういったシステムとの連携は言うまでもなく、無人機自体の自立飛行性能も求められています。ちなみに、自立飛行とは、パイロットが操縦しないで、遠隔操作で監視しながら必要な時だけ操縦するということです。この操作も、敵の顔を見ることがなく行われるということでしょう。この無人機は、次期戦闘機の艦上で運用される見込みです。作戦空域付近で射出され、より危険な前線空域に展開して、搭載破破機の誘導コントロールを受けながらも自立飛行できると言われています。無人機の利点ですが、何と言っても、乗員、パイロットの人命を守れるということでしょう。それに加えて、有人機では、不可能な運動性能が発揮できますし、コックピットのスペースがいらなくなるので、そのスペース分小型化できます。なおかつ、パイロット分の重量が軽くなりますから、その分積み込む燃料も増やせます。したがって航続距離が伸びます。同時に、兵器の搭載量も増やせますね。機体のフォルムにも影響が出ます。つまり、機体の凹凸が減らせるのです。ということは、ステルス性能の向上につながっていきます。コスト的にも有人機と比べると、機体コストが大幅に減らせますし、極端なことを言えば、ミサイルのごとく、使い捨て戦闘機として活用することもできるのです。個人的には、使い捨てと言ったって、マスクやコンタクトではないのですから、巨額のコストを想像すると、簡単に使い捨てて欲しくはないのですがね。防衛省での無人機開発構想は、以前からあったそうです。現在、空自がアメリカから導入を進めている無人偵察機 RQ-4B グローバルホークと同じく遠隔操作できる無人機の研究も進められていると聞きます。遠隔操作無人航空機といえば、前述のグローバルホークと並んで知られているのが、アメリカ空軍が開発中の XQ-58A バルキリーという機体です。バルキリーというと、一世を風靡したアニメ、超時空要塞、マクロスを思い出す方もいらっしゃるのでは？このバルキリーを開発した会社は、アメリカ軍需産業界では、無名だったクラトス社です。この機体は、AI によって、亜音速飛行と長距離飛行が可能になった自立飛行無人機なのです。
ヴァルキリーの初飛行は2019年3月でした。初フライトの成功以来、何回も試験飛行を重ねてきましたが、2021年3月の6回目の試験飛行で、ウェポンベイから小型ドローンを射出する実験に成功したと、アメリカ空軍研究所からの発表がありました。このドローンは、小型無人航空機、アルテウス600と呼ばれているもので、アメリカ空軍研究所が提唱している低コスト消耗型航空機技術の一つとして開発されたもので、電子戦や信号傍受などの任務を実行できる優れものということです。アメリカ空軍は2019年に自立型無人システムの実戦配備を目指すスカイボーグ計画を発表しています。この計画によって組織化された無人航空機群を低コストで運用、維持が可能になる。紛争地域でスピーディな行動が可能になり、敵に決定的な打撃を与えて侵攻を阻止できるとしています。では、日本の様子を見てみましょう。防衛省は、偵察機、戦闘機などあらゆる機種で無人機の運用を考えているようです。コンピューターが機体設計を行うデジタルモックアップ技術を活用した研究を進めていると推測されていますし、今回の次期戦闘機に付随する小型無人機もその研究成果ではないかと思われているのです。防衛装備庁は2016年8月に将来無人機装備に関する研究ビジョンを公表しました。内容は航空無人機の研究開発が中心でしたが、2019年以降に第3分類無人技術検証として遠距離見通し外運用型無人機の技術検証に力を注ぐとしています。その後、第4分類無人技術検証戦闘型無人機の開発を進めていくとみられています。この研究ビジョンでは、無人機研究に関しては前述の他にも、近距離見通し内運用型、特殊飛行型、そして携帯型、ドローンなどが挙げられています。現在も、このビジョンを基本としつつ、実情に合わせながら、無人機の研究開発が進行中と推測されるのです。一口にドローンといっても、用途によって、様々なものがあるのですね。農薬散布や、小型の荷物配達だけではないようです。今回防衛省が公表した次期戦闘機と連携する無人機の種類を強いて表現してみると、近距離見通し外運用型かつ携帯型無人機とも言うべきジャンルのように感じます。世界各国が進めている潮流に乗り遅れないためと思われますが、日本としては F-15J 戦闘機の近代化改修計画がデッドロックに乗り上げて膠着状態となっていますから、アメリカより早く開発に成功する可能性がある第6世代次期戦闘機との連携を進めようとするのは、いわば当然のことと考えられます。パイロットの疲弊を防止できる無人機戦闘機の開発については、日本だけではなく、すべての国が注力していると言っても過言ではない現状です。2021年2月、アメリカ国防高等研究計画局は、ロングショット開発計画を発表しました。そして、国内3社に、空対空ミサイルを搭載して、敵機を攻撃するためのドローンの設計を発注したのです。このドローンは、有人機から操作することで、母機である有人機を敵機から防衛する盾として使用され、搭乗員の疲弊をさらに減らしていけるだろうと考えられています。
アメリカとロシアについては、搭載可能なドローンタイプの無人機の他に、今所有している第5世代や第 4.5 世代戦闘機と遠距離誘導型無人機を、セットとして、チーム体制での運用も考えながら、開発を進めているとも聞こえてきます。このポイントから見ると、日本は遅れをとっているのではという声もあるそうです。と言っても、防衛費には制限があります。無人蔵に予算が湧いてくれば良いと思うのは日本だけではないでしょう。だからこそ、あれもこれもと限りあるお金を分散させて消費してしまっては、全部が中途半端になってしまうのではないかと不安視する声もあります。現状では、欲張ることなく、次期戦闘機の実戦配備を急ぎながら、連携する無人機開発の同時進行という一つの事業に集中するべきではないでしょうか。中国では北京五輪が始まりました。そんな時でも中国の動きは周辺国への嫌がらせは続いています。今回は初の建造空母山東を詳しく見ていきます。003型の建造写真が衛星から撮影されていますし、今年には浸水しそうな勢いで建造しています。ただ問題は性能ですが、電磁式カタパルト搭載との噂もあり、これが本当かは疑問がありますね。J20 戦闘機を艦載機にするみたいですが、どうかな。中国初の自国建造の空母、山東であるが、昨年春の出来事で、不穏な動きをしていたというよりも、動いていなかった時のことを深掘りしてみていこうと思う。本件は、2021年4月のことであるが、アメリカは、航空母艦、セオドア・ルーズベルトを中核とする空母打撃群を南シナ海に展開し、中国が、勝手に、自国の領海だと主張する海域での軍事演習を行う姿勢を見せた。セオドア・ルーズベルトは、米海軍のニミッツ級航空母艦の4番艦で、史上最大級の軍艦として世に知られており、排水量では史上最大の艦級であるが、中でも4番艦は単独で史上最大の軍艦である。この艦名は、第26代アメリカ合衆国大統領として、ご存知のセオドア・ルーズベルトにちなんで命名されている。また、ルーズベルトのコールサイン、ラフライダーは、ルーズベルト大統領が、米西戦争に従軍した際に指揮した第1合衆国義勇騎兵隊の愛称のことである。対する中国の方は、航空母艦、遼寧を中核とする艦隊を、台湾沖での軍事演習に投入するなど、日本側でも、その不穏とも言える動向を、海上自衛隊の艦艇、
航空機などを使用して追跡していることが報じられていた。さらに、中国は国際初となる2019年12月17日に就役した航空母艦山東も南シナ海での軍事演習へ投入しており、同海域における中国の並々ならぬ強気な姿勢を示すものだとして、周辺国の注意が向けられていたと言われていた。2022年現在においても、中国海軍が就役させている航空母艦は、この、遼寧と山東の2隻のみとなっており、対外的には、中国海軍の力の象徴的な存在として、アメリカ海軍に負けない空母打撃群の保有を目指したものである。遼寧のベースは、旧ソ連崩壊後に、現在、世界的に話題となっている。ウクライナにおいて、未完成のまま放置されていた、アドミラル・クズネツォフ級航空母艦、ワギャーグを、中国が、スクラップ目的で入手したものであり、ロシア側からすれば、実質鉄くずとも言えるだろう。当時、あくまで、軍事目的として使うのではなく、テーマパーク等の商業利用を名目とする口実で、中国は、1998年に入手したわけだが、結局のところ、2012年9月25日に航空母艦として就役させ、中国軍初の航空母艦となった経緯を持っている。遼寧は、基準排水量5万3000トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル、全幅78メートルの航空母艦としては、中型の船体に、およそ60機程度の航空機を搭載することが可能と見られていたが、2014年8月28日付の中国紙、上海モーニングポスト紙によると、遼寧の艦載機は実質36機で、内訳は J15 が24機 KA28PL。対戦ヘリコプターが6機、KA31 早期警戒ヘリコプターが4機、Z9C 救難。ヘリコプターが2機となっていた他に、Z8 等の搭載が可能と見込まれている。確かに、排水量や全長等の規模的観点から見れば、60機の搭載機数というのは、多い方ではあるが、航空戦力としての打撃力は限定的であり、この艦載機である J15 においては、母艦と同様に、ウクライナを通して入手した、ロシアの SU-33 戦闘機の試作機を用いて、中国軍が航空母艦用に開発した戦闘機と見られており、2013年から運用されているため時代遅れな戦闘機と言っていいだろう。ただし、遼寧自体は、イギリスのクイーン・エリザベスと同様の船首部に、スキージャンプ式の発艦方式を採用した航空母艦であるため、J15 戦闘機の発艦には、燃料、兵装ともに著しい制限が必要となるため、やはり、攻撃力には、低評価をつけざるを得ないと考える。山東においては、遼寧を完成させた、ノウハウと技術を駆使して、中国海軍が、自力で完成させた国産第1号の航空母艦となっており、艦載機の発艦方式に、スキージャンプ式を採用している点などは、引き続き踏襲されているのには、強い信念を感じていた。この、山東は推定値となってしまうが、基準排水量5万5000トン、満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅 75.5 メートルと、遼寧よりも、さらに大型化が進められており、J15 戦闘機も、1.5 倍ほどの36機の搭載が可能となっているらしい。山東の規模感だけに特化して言えば、米海軍の大型の原子力航空母艦を除けば、すでに世界最大の域まで達しており、2019年12月の就役以来、中国海軍の異様を世界中に知らしめる艦艇として、
大いに政治的にも活用されている。中国海軍では、山東に続く国産航空母艦の建造にも、すでに着手しており、003型と呼ばれるこの新型航空母艦からは、ついに従来までこだわっていた、スキージャンプ式を撤廃し、電磁式カタパルトを採用するものとみられている。また、003型は、従来の動力源を使用し、85,000トンの排水量、フルストレートデッキ、3-4個の電磁カタパルトを搭載する予定だと推測されており、毎級と同じく、カタパルト仕様に対応した J-15T を艦載機とし、固定翼機早期警戒機や艦載ステルス機、搭載できるようになっている。建造当初は、蒸気カタパルトを使用する計画だったが、電磁式カタパルトは、蒸気カタパルトとほぼ同時に開発され、艦船に乗せる条件も揃っていたため、電磁式の方が先進的であり、効率性、安全性においても、後者より優れている。中国海軍にとって考える必要があることは、電磁式カタパルトの搭載によって引き起こされる船体、キャビン構造、及び、他のサブシステムの変化に適応する計画を変更する必要があるかどうかだけだと言われているが、一方で、電磁式への変更には、軍艦の設計と、レイアウトの大規模な変更が伴い、作業量は、船体の再設計に匹敵すると言われている。それに加えて、003型航空母艦の動力源には、米海軍と同じく、原子力推進が採用される見込みであるとも報じられており、使用上からは、アメリカの大型原子力航空母艦に比肩し得ると、少々厄介なことになりそうだ。ここで問題となるのは、カタパルト射出に対応した艦載機、特に戦闘機の開発だと指摘されており、長年の運用実績と実戦経験を経てきた、米海軍に、すぐに対抗する戦力とはなるわけがない。すでにカタパルト射出に対応したステルス艦上戦闘機の開発に関しても、中国は同時並行で進めており、空軍の J20 等に続く海軍用のステルス戦闘機の出現も間近とされている。昨年の2021年5月にアメリカ側が公開した情報によると、フィリピン沖の海上で停止してしまった遼寧の姿を召しする米海軍の駆逐艦マスティン艦長の姿が写真に収められており、物議と憶測を醸していた。なぜかというと、2021年4月には衛星写真によって三亜の基地から出港した山東丸一日以上、同海域に停泊していたことが指摘されていたからであり、何らかの理由で、両艦ともに作戦行動を進められない状態にあったのだ。このように、遼寧や山東が空母打撃群としての行動が困難な状況にあって、例えば、補給艦や随伴艦艇との艦隊行動が遅滞するのではないかと見られる原因ともなっている。
世界四大文明の一つ黄河文明は、文字通り、中国中心部を東西に貫く黄河のほとりで誕生しました。中国の統治権を争うことを、中原西川王と言いますが、この中原というのは、現在の西安を中心とした黄河のほとりを指します。映画、キングダムで、知名度の上がった旗の始皇帝、項羽と劉邦など多くの人間が、中原で権力闘争を繰り広げました。その黄河と並ぶ中国のもう一つの大河が、長江湖と揚子江です。日本と中国の国交が正常化し、中国三流孤児などの存在が、やっと知られるようになった頃、長江に焦がれた一人の歌手が、映画を作りました。歌手の名はさだまさし。映画のタイトルは、そのものズバリの、長江でした。話題になったのですが、ヒットせず、さだまさし自身は、50億円とも言われる借金を、背負ってしまったというのは、当時の有名なエピソードです。現在の、長江沿岸には、三国志の蜀の都で、パンダの故郷として、有名な、成都、工業都市ターチン、コロナウイルス発症の地と言われた武漢、大平天国の乱が起きた、南京、そして観光都市として、人気の上海などがあります。また、南京は、日中戦争中に、蒋介石が、政府を置いたところでもあります。つまり、長江も、中国にとっては、重要な拠点であることに、変わりはないのです。その揚子江河口に、アメリカの駆逐艦が接近したという事実を知った中国は、どれほどのショックを受けたことでしょう。驚き、怒りなどなど、様々な思いが交錯したものと推理します。今回の主題は、アメリカ駆逐艦、長江河口に接近です。最近の中国の目は、尖閣諸島や台湾など南西の海上に向けられているようですね。世界中がコロナウイルス対応で四苦八苦していた時にも、発生源と言われる中国は、どこ吹く風といった体で、しょっちゅう、尖閣諸島の領海付近に出没していました。実は、国境問題が存在するロシアも、中国にとっては、油断ならない相手のはずですが、対西側、アメリカ、イギリス、日本など、では利害が一致することもあって、ロシアの脅威はないもののように振る舞っている、中国です。ロシアについては、今回はスルーしておきましょう。では本題に戻ります。アメリカ駆逐艦が、長江に接近したという情報源は、韓国の新聞でした。韓国中央日報は、2021年4月3日、北京大学慶応研究所士官のシンクタンク南海戦略体制監視計画が、アメリカ海軍第7艦隊所属のアーレイ・バーク級駆逐艦マスティンの航跡図の分析を行ったところ、長江河口付近に近づき、G 行動を取ったと報道したのです。シンクタンク南海戦略体制監視計画の調査によると、マスティン駆逐艦は、横須賀港を3月27日出発し、東シナ海から上海東沖合 250km で方向を変え南下、長江河口の船山群島東側 50km のごく近距離まで接近。その後通過していったということが明らかにされました。50km ですから、多くの都市から、駆逐艦の姿を見ることができたでしょう。一般市民の動揺、反応が気になるところです。アメリカ海軍がこういった動きをした理由を推理してみます。この日、たまたま、アモイでは、中国と韓国の外相会談が行われていたのです。飛
非公開でしたが、北朝鮮問題などについて話し合われたものと推測されます。つまり、アメリカは自分と韓国の同盟関係に機微を入れようと画策している昨今の中国の動きを牽制すること、そして中国の脅しにひるんだ韓国が中国寄りにないようにと釘を刺すという意図もあったのではないかと思われるのです。駆逐艦、長江河口に接近の知らせに中国は素早く対応しました。即、空母遼寧を含む6隻の艦隊を動かし、宮古海峡を通過後、西太平洋に進出させました。中国のこうした機動力の凄さには驚きますね。この中国艦隊の中でも、注目を集める艦が055型連配級ミサイル駆逐艦南明です。この艦が、2021年3月、対馬海峡から日本海に入ったことを海事が確認していました。このせいで、南明の存在が知られるようになったと言われています。この連配艦は、ステルス性の高い艦と言われています。高度な情報分析ができる艦として、いわば、中国海軍におけるイージス艦として、西側各国は認知しているようですね。中国海軍は、将来的に、空母と連配艦を組み合わせて、艦隊を編成し、空母打撃群として運用していくのだろうと推測されているようです。アメリカの動きを見てみましょう。4月4日、空母セオドア・ルーズベルトを擁した第9空母打撃群が南シナ海に入り、マレーシア空軍との合同訓練を展開しました。中国へ圧力をかけようと言わんばかりに、アメリカも対応したということになります。4月7日、中国軍機15機が台湾の防空識別圏に侵入し、即アメリカ海軍が第7艦隊のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦を台湾海峡を通過させました。つまり、台湾周辺から南シナ海にかけてアメリカと中国がそれぞれ G 行動を展開しているわけで、一触即発状況と表現しても過言ではない緊張状態に陥っているのです。言うまでもなく、数年来、中国が強引な軍事的海洋進出を図っていることは明白です。この動きについては、アメリカやアジア諸国だけではなく、ヨーロッパ各国も関心を示し、フランスはフリゲートや原子力潜水艦による南シナ海航行を実施しました。ドイツ海軍もフリゲート艦を派遣しましたし、イギリス海軍は空母クイーンエリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させると発表しています。ということは、多くの国が協力しながら中国を取り囲む動きが少しずつ出てきていると言えるでしょう。前述のフランス、ドイツ、イギリスの3国については、九段線は国際海洋法条約に違反しているという公上書を提案しています。九段線とは、70年以上も前、中国と当時の台湾、中華民国との間で、勝手に南シナ海上に引いた線です。自分たちの利益を守るために、勝手に引いたこの線を、根拠として、中国が、南シナ海の領有権を主張しているのですが、おかしな主張ですし、支持する国はいません。この三国のように、おかしい、違反だという意見の方が、大勢を占めているのです。そのため、中国の勝手な主張に、反対の立場を表明する意味もあって、フランス、ドイツ、イギリスの三国が、軍艦を派遣したものと思われます。こういった状況下ですが、降参する中国ではありません。どんなに不利になっても、自分の言い分を主張するのが、中国の中国たるゆえんとも感じなくはないのですが、
しかし、一つだけはっきりしていることがあるのです。台湾にせよ、尖閣諸島にせよ、海戦のイニシャチブを握っているのは、残念ながら中国ということなんですね。特に際どい関係の台湾に対して、アメリカの新しいインド太平洋軍司令官の発言が注視されました。司令官は、大勢の人間が中国の台湾侵攻に脅威を感じているが、実際の事態は予想以上に深刻で切迫していると述べたのです。つまり、中国による台湾侵攻は喫緊課題と誰もが認識しているため、アメリカが東アジア地域防衛力強化用に提案している約2兆9000億円の計画を早急に実現する必要があると強く主張したというわけです。万が一にも中国の台湾侵攻を見逃して台湾が中国の支配下に置かれることになったら、台湾近海を経由する物流が滞るのは一目瞭然です。アメリカの貿易に甚大な影響が出ることになるでしょう。インド太平洋軍の新司令官の発言について、日本政府はその重みを真剣に考えるべきと思います。台湾をめぐってアメリカと中国が軍事衝突した場合、日本にとっては対岸の火事ではありません。台湾との経済的関係ももちろんですが、精神的には中国より台湾の方に親しみを感じるという人が多くなっていることも無視できないはずです。また、在日米軍の基地防衛や多くの資源を輸入に頼らざるを得ない日本に、重要な影響があるシーレーン防衛など、自衛隊の担う部分が拡大する可能性があるのです。一例ですが、この大事なシーレーン防衛のために、警戒中のアメリカ海軍艦船が攻撃を受けたら、援護のために自衛隊が武力を行使しても許されるのかなど、起こりうるあらゆる可能性を想定しながら、一つ一つの課題を検討していくことが急がれると思われます。